今、日本武道館に向かっています。今日もかりんちゃんは通常運転でインスタのストーリーにじゃがりこの服とじゃがりこのリュックを背負った格好で今日はこれで武道館に入りましたっていう動画を上げてて、かりんちゃんは卒業の日もかりんちゃんだなって思ったところです。今日はたくさん泣くと思ったんでこれでいつでもこうオタクの涙を拭えるように持ってきました。そしてお気に入りのアクキー、これはかりんちゃんのソロコンのカリングの時に発売されたアクキー、あとは一応このデカ缶バッジ、あとはペンライト。今日はこれで会場を紫色に染めたいと思います。このタクシーから今紫色に染めて、あとはチケットですね、こちらの。まあそれぐらいですかね、オタクのグッズ紹介はこれぐらいです。一生懸命最後のかりんちゃんを目に焼き付けたいなっていうふうに思います。着きました。もう開演時間も間近なのでね、帰りたいと思います。行ってきます。お疲れ様でした。今どうですか？いや、まあ一言で言えばかりんちゃんらしいライブ、かりんちゃんらしい卒業コンサートだったなってすごい思って、やっぱ、まあ、本人はね涙もやっぱ見せなかったし、曲の間にみんなへのコメントを載せて、多分涙をわざとあえてこうやっぱあんまり流さないような、笑って終われるようなライブにしたかったのかなっていうふうに思いました。かなともからの言葉しかなかったじゃん、メンバー全員からの、うん、あのコメントもさ、うん、なかったし、それもなんかなんでだろう、かりんちゃんがもしかしたらだよ、うん、なんかそのそういうの聞いたらもしかしたら泣いちゃうかもしれないから、うん、なんかやめたのかなとか、ああそういう見解ね、見解、いや分かんないけど、えだっていや欲しかった、正直。そうだね、一人一人のやっぱ言葉を聞きたかったなっていうのはちょっと私的にあって、うん、やっぱゆめちゃんとかりえちゃんとか新メンバーの言葉ももちろん聞きたかったし、同期のメンバーの言葉を全員聞きたかったなっていう、まあかなともさんが素晴らしいコメントをね、あの尺の中で、うん、本当にすごかったね。いやすごいよ、あれ暗記してるのかあの時出てきたのか、どっちでもすごいよ。そうどっちで本当にすごい。どっちにしろすごい。え本人もまあちょっと涙うるうるしながらみたいな、うん、で周りも泣いててみたいな。いやもうあの出てきた時にさ、トモコが泣いてって泣いてたじゃん。うん、泣いてた。もうかりんちゃんが歌ってさ続いていくストーリー。うん、もうあの泣いて入ってきた時に私は泣いた。うん。で、私は最初の2曲ぐらいで泣いてた。え、俺も。え、もうあそこめっちゃ泣けたよね。泣ける。1、2曲の間もずっとうるうるしてた。え、私はその好きって言ったよで、目の前に、かなともさんが来たの。うん。目の前。うんうん。私のステージに一番近いとアリーナだったんですけど。うんうん、なんかそこで、その近くにメンバーがいるっていう、まずそこの感動。うん、そう。もうこんな近くでメンバーが踊ってるっていうことがもう今年の頭ぶりじゃん。かだからなんかそれに感動しちゃって、そう。目の前でメンバーが踊ってるみたいな。そうなのよ。で全員来るたんびにもう、あーみたいな。かっこよすぎたよね。そう。しかも衣装も可愛かったし。そう、可愛かったね。あと、ともこの前髪、うん、めっちゃ可愛かったよね。可愛かった。でも今日の、てか全員マジでルックスが良くて。そう。てかいつもいいのよ、その大きい舞台の時。そう、仕上げてくんのよ。いや、かりんちゃんは、なんか、
すごくて、デビュー当時を彷彿とさせるあどけなさっていうか、清純さみたいなのももちろん残しつつ、その大人になった宮本花凛の大人の魅力みたいな、そのどちらもこうどっちも見えんの、昔のかりんちゃんみたいっていう時とか、すごい綺麗になったかりんちゃんだなみたいな、どっちもあったの。だからなんかやっぱ最後に仕上げてくるなっていう卒業メンバーって、めちゃくちゃドレス姿可愛かったしね、すごいなんかかりんちゃんらしくていいライブだったな。マジでちょっと苦しい。酸素取れない。かりんちゃんがしっかり、ちょっとかりんちゃんしっかり、こちらもそんな感じで、はい、今卒業コンサートが無事終わったところでーす、はい、かりんちゃん卒業おめでとう。おめでとう。はい、お2日連続すが、すいませんね、登場していただいて。とんでもないです。なんならもう食い気味でね、さっき今日やんないの？あ、そう帰ろうとして帰り道に帰ろうとしたら今日勝たない感じみたいな、まあ、そんな感じで、まあ、無事ね卒業を迎えたわけですが、どうでした？まあ、さっき私ちょっと車の中でちょっと喋っちゃったけど、セットリスト見ながら喋ろうと思って、オープニング1曲目一人で生きられそうってね、それってね褒めているの、はい、でした、うん、いや、そう、オクトピックと一緒かい、外してくるかなと思ったよね、うん、なんかまあ人それってさ、ジュースジュースの看板曲みたいな感じで、うん、多分そっから好きになった人も多いと思うから、うん、キャッチーっていうかさ、うん、これがジュースだなみたいな感じする人も絶対いっぱいいると思うし、うん、今日は宮本かりんちゃんから始まるバージョンの人それで始まり、好きって言ってよ、ここで私たち初めて聞きました ね、もうここで私は泣いた。ここでも引き続き泣いてます僕は。てか衣装の話していい？いいでしょ？いいでしょ？いいっすよ。かなともとアーリーがズボン履いてたじゃん、うん、お腹出して、はい、ちょっとセクシーすぎませんか？セクシーすぎませんか？それなんですよ。いやもうちょっと目のやり場に困っちゃいますよ、オタク。本当にありがとうございます。ありがとうございます、言い出していただいてありがとうございます。あ、僕、はい、思ってました僕、まあ、思ってるだろうなって思ってました。もうちょっとすいませんね、あの本当にいやらしい目で見てしまって、ちょっとこんなかりんちゃんの卒業なのに、もうちょっとかなとも のお腹と お尻目の前に来たかなともさんのスタイルに圧倒されてしまい、ここにて反省いたします。俺もだから申し訳ないけど、だからもうキモ、これで、あ、それでお腹とかお尻とか見てたってこと？そうとは言わないけど、あのそれぞれメンバーをね、どこを見たとかは別に、それは別に言わないよ。でもしょっぱなからかりんちゃんのルックスが完成されすぎてて、そうだね、いやびっくりしたよね、圧巻だったよね、うん、いやもう宮本かりん仕上げてきたなみたいな、うん、スタイルシュッとして、マジ足こんぐらいだったよ、うん、そのブーツの元の太さでも、そうもう終わってるね、ブーツのままもう、その言ってんの努力されたんですよ。 それも見せないし、すごいんですよ宮本さんは、本当に尊敬しかないね。何だってそのね、あの1時間か2時間前か分かんないけど、そのインスタのさ、うん、ストーリーでさ、じゃがりこの服とリュック着てさ、ね、ふざけてわちゃわちゃしてさ、じゃがりこ食べてたんじゃないのって、じゃがりこ食べてたらあのスタイルになれないよって、なんじゃがりこも我慢してたのかなっていう、まあ、本当にまあ全てルックスもだけど、うん、もうダンス最初もうめちゃくちゃキレキレだったよ、うん、かりんちゃん久しぶりにやっぱねステージでジュースジュースの曲がこう踊りながらできたっていう嬉しさとかもみんなから伝わってきてね、うん、なんかすごい皆さんキラキラされてて、うん、本当に涙が出ました。俺が人それ1曲目で歌い出し、かりんちゃん1人歌って、うん、そこからバーっと来るでしょ、うんうんうん、であそこのなんつうの、オールスター全員来たみたいな、うん、全員好きな人来たみたいな感じでオールスター感謝祭起こったってこと？そう、でそこでまずそのジュースジュースを見れたそのライブで、うん、その嬉しさがまず涙を誘った、うん、で好きって言ってよで、うん、2曲目、ね、3曲目がプラトニックプラネットなんですよ、はい、でもここら辺さ、そのオクトピックと似てたじゃん、うん、前回も人それプラプラだったの、うんうん、だからそのあれデジャブみたいな、うん、そのプラプラの最後の落ち、うん、サビ落ち、落ちメロみたいな、うん、あそこが大好きだから、分かる、もう近くにいるのにモニターをもう食い入るよ、分かる、見て泣いた、もうモニターかリアル見るかどっちかってすっごい迷うよ、ね、こうなのも
こってそもそも全員を見てたいのに一人一人かモニターかでもこのもうなんか私途中で思ったのがあのコンサートの途中に、うん、あのアリーナ席でも見たいし2階席から全体図も見たいし、ね、なんかもう足りないじゃんみたいな体わかるどっちからも見たいしモニターも見たし本人も見たいしもうどこ見ればいいのみたいなソーシャルディスタンスを守ってたから、うん、一人一人がこう近くに来てくれるわけうんなるほど、ね、でもかりんちゃんも見たい推し面も見たいしでもちょっと近くにいるまだか気になるみたいなもどかしい感情推し面も見たいしちょっとまだかも見たいし可愛いんだよねもうめっちゃいや可愛いのよ全員当たり前だけどびっくりしちゃうのよなんであんな可愛いんだろうねてかあとレイレイがジュースジュースに入ったじゃないですか、うん、全曲覚えて、うん、でもさやっぱ今日はさかりんちゃんの卒業ライブっていうのがあってさ、うん、そういうことはまあ触れないじゃんピックアップも別に特にされないんだけど、うん、やっぱレイレイの努力もすごい私あとあのさボイパしたじゃんチャンさんのチョイスそうチョイさんのチョイスもう、ね、あれもう震えたんだけど拳とジュースの融合っていうかレイレイが加わって新しいことが生み出されたみたいなもう感動しちゃってあの時この止まったもんわかるかっこよすぎてレイレイが曲にもね本当にボイパー自体が合ってたしメンバーもすごいやってるでっていう表情も受け取れてかまされたわかまされたわでもレイレイのボイパー加わるだけでまたこんなに曲のテイストがまたかっこよくなるんだみたいな、ね、他の曲でもこれからボイパーとか入れていくのが楽しみだなって、うんね、どれにどういう風に入るんだろうみたいな、うん、どう変化していくのかって、うん、今鳥肌立ってるもん今思い出していやあれ本当に周りも止まってたの本当にそうなんかえこれこういうこういうどういうことみたいなそうなんかオタクってさちょっといつもと違うことあるとあーってなるじゃん一回新曲出た時誰もなんかコールできないみたいなそうしかもあのさ可愛いルックスでボイパができるってもうずるいよね、うん、主役になってもいいぐらいのさことをしてるじゃん、うん、大変な中っていう、ね、けどそのかりんちゃんの卒業をジュースジュースの一員としてあそこまでのさクオリティでパフォーマンス、うん、歌わりとかも結構あったじゃんあったねだからみんなの歌わりが結構変わってたから、うん、そのレイレイが入ったことにもよってなんかすごいみんなもあのいつもと変わったことで大変だったと思うから、うん、すごいなんか久しぶりのライブで緊張してただろうしそういういつもと違うことがあって緊張してただろうしでもかりんちゃんの卒業だしっていうそういうそのみんなの気持ちがなんかわかんないけど勝手に私も感情移入して泣けた、うん、泣いたって感じ泣けたうまいし可愛いし、うん、まあジュースジュースに入ってくださって本当に嬉しいなって思いますね、うんうん、嬉しかったしその情報だけでも最初、うん、こうやってちゃんとパフォーマンス見て本当に入ってよかったなってもう2段階で、うん、これからもっとジュースジュースにこう馴染んでいく姿も楽しみそうだねでその後に飛び飛びで話しちゃうけど風に吹かれて禁断少女あいあい傘銀色のテレパシー上路はいがあったんですよで私はねやっぱアイアイ傘のかりんちゃんがめちゃくちゃ近くにいて、うん、もう儚すぎてもう可愛すぎてもうアイアイ傘私初めて聞いたかもかりんちゃんが歌ってるところかわいいアイ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 傘しかもしっかりやっぱあのなんか切ない表情っていうの全ての曲にね表情を合わせてそうあのこと声の音色なんていうの声色、うん、もう変えて素晴らしいアイドルなんですよかりんちゃんはしなやかな声と強い声と、うん、あと最後の表情抜かれるじゃんあの時の表情あと今日もありましたよね男性アイドルっぽい君顔とかウィンクとかやってました、ねはい、しっかり僕も見させていただきましたこうなったしっかり見た私は心の中でってなってたけどって頑張ってみてた、ねうん、いやもうねかっこよすぎた本当にかっこいいし可愛いしもう最高あちょっとそこでいいですか僕はだからその禁断少女も禁断少女だからもう聞けたっていうだしあのトゥー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 イントロ始まるじゃんもうそこで俺来たなんで？ で俺多分禁断少女のしかも結構振り付けをねあのちょっと個人的にあそう教えてあげて振り付け教えてもらったんですよ覚えてた？そうだからすごく一緒にまあよりね全部盛り上がってたけどよりなんかダンスとかも含めて一緒に盛り上がれたしサビのさ禁断少女ヘイとかあるじゃんヘイじゃないけどそこがコールがやりたいんだよねそうでも聞こえてきたの俺は
それ言ってないよ。人言ってないんだけど、心の声が。そう。え、わかる。みんなの少女アイが、俺も口だけやってたんだけど、うん、あのオイがなんか空気圧かわかんないけど、うーって食うの。みんなのマスクの中の、そう。なんか、うん、もうあの口パクで言ってんだろうね、みんな。そう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 、口パクで言ってる声が聞こえてきたんだ。え、でもそういうシーンが今日何回かあったよね。そう。あのさ、私が言う前に、あー、はいはい、わかる、そこもね、あれがさ、もういつものあるじゃん、うん、あれも言いたいのにみんな言えないけどさ、そのはい、ぐらいのその、はっがもう聞こえてきたよね。わかる、そんくらい、そう、その会場の一体感も本当に最初からすごかったんだよね。そう、あの、声が出せない中、宮本かりんちゃんの卒業を一緒になって盛り上げたい気持ちが、うん、こんな中でも伝わってきました。ね、もうだって、途中さ、なんかこうちょっと周りどんな感じかなって思って、ファンの方も見たらなんかもう声出さないだけでそのあの時のテンションぐらいでもうなんか踊ってる人とかってそんな踊るんだみたいな、なんか私も踊っちゃおうみたいな。俺の周りも結構、しかもまあおじさまが多かったんだけど、みんな踊ってんの。そう、だから多分踊ることはできるじゃん。うん、そうだね。声を出すことはできないし、こうやってなんていうの、こういうのやったりできないけど、うん、あんまりこれぐらいの動きはできるから。いけんのよ。じゃあ、ヘイは言ってんのよ。やってた、やってた。私もそれを見て、あ、踊ろうって思った、うん。皆様のね。そう、ジュースへの愛もすっごい、うん、なんか勝手に嬉しくなっちゃって。やっぱみんな好きだよなって。そう、今日はすごいファンの方の熱も近くで感じて、うん、いや、なんかすごい私も、わ、みんな同じ気持ちなんだみたいな。 それが嬉しかったよね、すごい。そう、次進みますね。うん、はい、あ、ジョーロも良かったよね、すごい。で、MC 挟んで怒涛のメドレーなんですよ。うん、全員のメンバーと一人一人なんか思い出の曲だとか考えて話し合って決めたでしたよね。井上玲ちゃんと伊達じゃないよの人生は、うん、で、あれこれしたい、うん、工藤夢ちゃんと、うん、松永理恵ちゃんと背伸び、うん、稲葉真奈ちゃんとビビッドミッドナイト、段原瑠々ちゃんとセクシーセクシー、うん、高木聖希ちゃんとラストキッス、金沢智子さんと香水、うん、で、大人の事情をオリジナルメンバーで4人でやられたということで、はいはい、やっぱり歌割り当然多くなるわけじゃん。だから本当にみんなの実力というか、ダンスとかも含めだけど、めちゃくちゃ見れるから集中して、うん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 、本当にジュースってレベル高っって思っちゃって、うん、俺、まずね、まあ、みんな本当によかったんだけど、リアイ、いや、リアイちゃんビビんなかった。いや、リアイちゃんの良さに気づきました。え、知ってたんだけど、より良くなってなかった。いや、リアイちゃんは本当にポテンシャルが、本当にね、もう、あのね、すごいのよ、本当に。ポテンシャル、あ、リアイちゃんをすっごい推してるじゃん。うん、推してるね。そう、リアイちゃん推してるんですけど、うん、あのね、秘めた才能っていうか、うん、あの年であんな、貫禄出せるみたいな。そう、すっ、しかも曲も合ってたから、うん、あのチョイスもそのかりんちゃんがもし提案してたんだとしたらマジで天才だと思う。そうだね。あとは全部良かったんですけど、マナカンとのビビッドミッドナイト、あのダンスの見せ場が最初あったじゃん。わかる。マナカンの良さをさ引き出してしっかりいいとこを抑えちゃってっていうね。なんかもう上がっちゃったもん。そう、踊ってるマナカンがみたいな。しかもビビッドミッドナイトすごい好きなの、個人的に。私もです。皆さん聞いてくださいね、ビビッドミッドナイト。セクシーセクシーのルルちゃんもめちゃくちゃセクシーでよかったね。歌うますぎ、歌うますぎ、本当に歌うますぎ。そうだし、セクシー、ルルも結構なんていうの、ちょっと悲しげというか寂しげみたいな表情、うん、似合うよね。そう、出すのすごく上手で、あとでも笑顔が可愛いから、その分そういう大人っぽい表情をした時におってなる。あとね、私はね、金沢さんの香水、はい、はい、あの香水っていう曲、メロン記念日さんの香水っていう曲なんですけど、うん、僕ちょっと存じ上げなかったんですよ。あ、そうなんですね、はい、まあハロータ歴、うん、短いからね、うん、香水が大好きなの私は。あ、そう、別に君を求めてないけど、うん、ではないんですけど、うん、それじゃない香水があって、うん、メロン記念日さんの、うん、その曲結構切ない曲なんだけどさ、うん、なんかコーラスみたいなのとさ、うん、ダンスとこう歌う方に分かれてたじゃん、うんうん、グッときた。やっぱあの二人って、かりんちゃんがかなとものことやっぱ大好きで、うん、でもなんか今日はいつもとなんかちょっとなんか違う雰囲気を感じたの、うんうん、なんかそれがすごいエモかった、うん、
ちょっかい出したりするのかなって若干ね。出さないでしょ。ちょっかいって別にあれ、ね、ちょっとなんかわちゃわちゃっとそう、まあんのかなとか思ってたんだけど、なんかその独特な距離感があって、うん、二人の時間めっちゃ噛み締めてるわーって思いましたね。いや、よかったよね。よかった。そしてですね、でポップミュージック、はい、はい、もう一体感すごくなかった、ここのみんなぐるぐるしたもんね。いやもうあそこやっとできたよみたいな。あそこのね、あそこも私初めてできたからね。全力でやりました私は。いやポップミュージックはあのね、かなともの最後転調するとこあるじゃん、はい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 、あそこが CD 音源と一緒すぎてびっくりした。俺確かに、うん、うまっ。CD 音源の時もあそこのさ、かなとものさ歌い方ってすごい特徴的でさ、うん、なんかあんまあんな高音出さないし、あんな可愛い曲らしい曲ってジュースジュース最近なかったじゃん。だからなんかあそこのかなともすごい好きなの。もちろんアーリーのチュルチュルも大好きなんだけど、うん、あそこがもうほんとなんか CD 音源と一緒じゃんみたいな、うん、あそこね、なんかあれだよね、ちょっと目を見張るところでもあるんだけど、それとはやっぱさゆきじゃない。チュルチュルプーリタピオカミルクティー、さゆきって楽しそうにそうしてるシーンが多い、うん、おどけてたよね。そう、しかもさ生まれたてのベイビーラブの最後あるじゃん、はい、あそこでさいつもと違うバージョンでやってくれたよね、うん、でここで宮本かりんちゃんのソロ曲未来のフィラメント、これってさあの夜中にやってる番組、そう番組の主題歌になってるんですね。めっちゃいい曲だったよね。いい曲だった。今夜あの MV が YouTube に、ね、かりんちゃんの M あのかりんちゃんの YouTube チャンネルがあの今日から始まるみたいなので、うん、皆さんそちらもぜひチェックしてください。で頑張れないよ、かりんちゃんがもういない新曲、ここで泣きそうになった。シンプルにさめちゃくちゃいい曲だよ、うん、でそう MC があって、そっからビタンさん、私が言う前に抱きしめなきゃね、ロマンスの途中、生まれたてのベイビーラブ、泣いていいよ、うん、があったんです、うん、フィエスタフィエスタやんなかったね。あ確かにボーダーラインとか、そうボーダーラインちょっと期待したんだけど、そういう盛り上がっちゃう曲をちょっと外したのかな。で VTR 宮本かりんハロープロジェクトの奇跡、うん、いやほんとまあね過去の映像を集めたもので、うん、YouTube でも何回も見たことある、そう見たことあって、選ばれた時のかりんちゃんのコメントがめっちゃ好きで、みんなさ選ばれて嬉しいし、まあ、これから頑張っていきますっていう感じなんだけど、うん、やっぱかりんちゃんだけはなんかやっとこれでファンの方に恩返しできることが嬉しいですってことと、うん、そのアイドルに革命を起こしたいですっていう、うん、なんかその視点がなんで大人なすぎるよね、なんでそこまで行っちゃってんのっていうところに、あこの子ってやっぱこういうとこからやっぱ違かったんだって、うん、価値観っていうかさ考え方があの年にしてアイドルとして完成されてるんだよね。そうわかる、それがすっごい。でも本当にやっぱさ、かりんちゃんってちょっとデビューも他の子より遅かったりとか、うんうんうん、周りがこう先にメジャーデビューしていく中、うん、自分がさこう取り残されて、でもジュースジュースのセンターとしてさ、うん、こう今までやってきたみたいな、うん、つんくさんがさっきさあげてたじゃん、宮本かりんちゃんと船木むすぶちゃんの卒業について、そこにも書かれてたけどさ、うん、既存のグループに入れるのがもったいないっていう気もしたし、うん、また新しいグループに宮本かりんちゃんを入れたかったみたいな、うん、そういう逸材なんですよかりんちゃんは。なんかかりんちゃんのグループを作りたいっていう、つんくさんがまずすごい、ね、えでもさそのブログというか、うん、あれの中でさ、うん、あのバースデー何なんかつんくさんの歌歌いたいですって LINE、うん、が来て来てみたいな、 I wish を選んだ、そう選んだって。いやまずその LINE とか、まあもちろんね知ってるのかもしれないけど、2人が LINE してんのなんかエモい、そうエモみたいな。わかる、てかつんくさんの歌歌いたいっていうのもエモい。やっぱそうだね、つんくさんの曲が私も大好きだから、つんくさんの曲を歌ってるかりんちゃんも好きだし、うん、めちゃくちゃエモい感じでした、うん、すごい信頼し合ってる、うん感じが見えたよね。強い子って書いてあったよね、うん、怪我をしてた時期とかさ、うん、メジャーデビューの時も足を骨折しちゃってたさ、ね、しかもあの時はさ結構泣いてたじゃん、うん、なのに卒業の時は全く泣いてないかりんちゃんっていうのがまたなんかグッときて、うん、この時はまだ泣き虫っていうかさ泣いてたんだみたいな。でも絶対今はもうかりんちゃん泣かないし、うん、なんかその成長が素晴らしすぎて、うん、人間として素晴らしすぎて、うん、かりんちゃんの凄さを感じたライブでしたね。そして続いていくストーリーのかりんちゃんが歌ってから全員出てくるっていう
感じだったんだけど、うん、そこでかりんちゃんが卒業のコメントを感想で言ってくれて、その後に他のメンバーたちが出てきて、で金沢智子ちゃんがまた曲中にかりんちゃんへの卒業のメッセージをメンバー代表して言うみたいな、うんうん、もうその時さ、もう出てきた時からさ、もう金友様がさ泣いてたじゃん、ね、もう可愛かってごめんね、なんか可愛いって言ってなんかそのでもなんか私も泣けたし、でも泣いてる姿が可愛すぎて、しかもさ、ちょっとやっぱどっちなんだろうっていうさ、うん、泣くのかな泣かないのかな、しかもそれまで泣いてなかったもんね、あんまりすごい笑顔で、まあ、楽しそうにやったから、うん、どっちなんだろうって思った時に、高木さゆきちゃんもめちゃくちゃ泣いてました。7年前のデビューの時からずっと一緒に活動してきてるメンバーがさ、うん、いなくなっちゃうんだよ、うん、目の前にいたかりんちゃんがいなくなるって思ったら死ぬかも死んでるかもしれない死ぬステージの上で死んでるかもしれないんだけど、泡吹いてすっごいなんかエモすぎた、エモいという言葉で片付けたくはないんだけど、うん、金沢智子さんの素晴らしさも感じました。圧巻だって、あのスピーチすごかったよね。いやもう素晴らしすぎた、あんなに上手に喋れることある？私だったらもう無理よ。もうしっかり気持ちがね伝わってきたし、尺の中でやりきるっていう、かりんちゃんもめっちゃ褒めてたじゃん、うん、やっぱリーダーすごいですねそう、そこじゃないのよみたいななってたけど、かりんちゃんのさ卒業をさ話してんのにさ、なんか金沢智子さんがすごいみたいな、金沢拍手みたいな、そう時間になっちゃってね、あそれぐらいすごいスピーチだったっていう、うんうん、ことで、その後 MC マジックオブラブ、ワンダフルワールドエンディング、うん、ダブルアンコールでさ、なんかなぜか みんなまた出てきてくれたっていう。そうだね、まあ、歌は歌わなかったけど、うん、なんか最後は笑顔で終わったんですけど、うん、私マジックオブラブの時に高木さゆきちゃんが目の前にいて、すごい涙を、なんだろう、ちょっとおどけてこらえながら歌ってる姿が、うん、あの笑顔でね、そうでも目の奥に光るものがみたいな、こうやってみたいなやってて可愛かった。しかも俺的にはだからそこら辺でそのリアイが結構ずっと泣いてたのよ、あのコメントの時とかね、こうずっと下向いてたよね。なんかさ、リアイちゃんのいいところってさ、その情緒を結構出すところじゃない、うん、ステージで楽しい時はもう楽しいみたいな感じだし、うん、辛い時は辛いみたいな、だってすごい真顔な時とかもあるし、なんかそれが私はすごい人間味があって、うん、リアイちゃんの好きなところでもあるんだよね、うん、いい意味でだからもう素が出てるっていうかね、ゆめ、うん、ちゃんもね可愛かったね、の最初あの帽子かぶってね、そうそうそう、なんかどんぐり棒みたいなそのゆめちゃん可愛かった、ね、もうやっぱりあの一生懸命踊ってた、ゆめちゃんのあのキレキレ具合はね健在でした、うん、目の前来るとゆめちゃんから目離せないもんキレキレすぎて大人っぽくなった気もしてね、うん、1年前に比べてすごい落ち着いたステージに堂々と立ってる、うん、ゆめちゃん、そうだね、ゆめちゃんとりあいちゃんもお披露目の時から見てるから応援したいなと、うん、てかもうかりんちゃんがいないジュースジュースはちょっとまだわからないけど、かりんちゃんもねジュースジュースすごいからって目を離さないでくださいって、うん、目を離さないように、うん、宮本かりんちゃんも、うん、ジュースジュースも、うん、これからも目を離さず応援していきたいなと思います、はい、もちろんでございます。そんな感じですか？そんな感じ？終わりたくない、うん、帰りたくないなちょっぴりセンチだな。もうさ、船木娘ちゃんの帰りたくないのも良すぎて、私ダウンロードします。いや、ハローの曲ってなんでこんな、ほんと素晴らしい。最初からしっかり来るよね、うん、ずっと聴き続けてもよりいい曲だなって。もちろんライブで聴くのがやっぱ一番いい。ダウンロードしました、課金をしました。ちゃんとお金をたくさん落としたいです。オタクの鏡ですね。オタクは黙って金を落とせ、これは私の格言です。金を落とせるときに落とせ、それが本人との後継に少しでもつながるなら。あれ変えないなって感じ、なんか変えないなあれなんで変えないのこれ、曲を変えないななんか喋りたいことないんですか。どれ的に結構面白かったのがさ、やっぱみんな踊りはできるわけじゃん。銀色テレパシー、うん、テレレン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 、結構なんていうの、そのポップミュージックもそうだけど、ちょっとさ
なんていうの、面白い動きのダンス多くて、うん、まあ、プラス真似しやすいのが多いじゃん、ジュースって。だそこでみんなやっぱ動いちゃうんだなっていう、まあ、体が初めて見た時さ、集団がみんな同じ行動してる光景が、俺初めてライブハウス見た時と正直思っちゃったけども、今完全に痩せてるもん。やっちゃうんですよ、オタクは。やっちゃうよね。まだ喋りたいことあるんですか？すいません。あと大人の事情、うん、ネクストユーの時に折り面だけでやってるっていうエモさ、うん、ゆかにゃいてほしかったね。演出やっちゃってんじゃん、演出やっちゃってんじゃん。何回あった、はい、その泣き出しちゃうタイミング、ブワッとくる瞬間。3回くらい。俺は多分7回くらい。なんでこっち推し面卒業してるんですか。マジ今日推してよかったなって本当にもう改めて思っちゃった。ジュースジュース、うん、オタクじゃなかったじゃん、もともとそもそもオタク気質でもないし、オタクしたことないわけでしょ。ないないない。それがさ、そこまで1年でさ成長するってさ、すごくない？ハロプロ全くオタクとかしたことない人が沼にはまれる場所だと思う、うん、ハロプロってめっちゃ深い沼だと思って、うん、なんて言ったってアップフロントは素晴らしい、うん、教育が行き届きすぎてる、うん、なんであんなちゃんとした人たちが育つのか教えてほしいもん。動画今までさしたことなかったじゃん、推しメンについて。たまにその推しメンについて語ってる動画開けてほしいですみたいな言われて、そんなの重要ねえだろうみたいな思ってたんだけど、もう推しについて語れることがしばらくなくなっちゃうのかなって思ったので、最後に私の市場の面白いのか面白くないのかもわからない語ってる動画を見てくださりありがとうございました。マネージャーの小林さんもありがとうございました。こちらこそ誘っていただきありがとうございましたこの沼に引きずり込ませていただいてありがとうございます。こんなハマってくれるとは思ってなかったですけど、本当にありがとうございます。皆さんもぜひ一緒にハマりましょう。バイバイ。バイバイ。なんでそって